本部どうぞ。こちら A 班、対象者発見できません。了解。引き続き捜索を継続せよ。先生、落ち着いてもう一度状況をお話しいただけますか。心当たりは？心当たりは本当にないんです。勝手に出ていくような子たちじゃないはずなのに。聞いたか？大学教授や地元の兄弟も行方不明になってんだってよ。大学教授って60歳過ぎなんだろ？大人までいなくなるってやばいよな。集団失踪ってやつ？ここ50年前も似たような事件あったんだって。ここだけの話、神隠しって話だぜ。天狗か鬼の仕業だって。あのさ、変なのが回ってきたんだけどさ、これ山の中だよな。見間違いかと思ったけど、見てくれよこいつ。うわ、だいぶブレてるな。慌てて撮ったんだろ。なんだと思う？おい、これ怪獣じゃないか？明らかに野生の動物は違うぞ。こっちに映ってるのはピエロ？いや、でもあんまり人っぽくないな。こいつら向かい合って構えて、まるで戦っているみたいだな。まさかこれって神隠しの妖怪とか？やばっ、これネットにアップしたらバズんじゃね？いやいや、こんなの作り物にしか見えないって。うん、でもまあ試しにあげてみるか。ここってなんだ？真っ暗でよく見えない。そうだ、アグモンはたくま、たくまどこ？アグモン、よかった、無事だったのか。たくまも無事だった。よかったけど安心しちゃいられないな。例の主は僕たちだけじゃ太刀打ちできない。みんなを探して合流しなきゃ。うん、行こうタクマ。みんなで主をやっつけるんだ。ここは歩きづらいな。真っ暗で足元もよく見えない。タクマ、前、誰かの気配。誰か？そこに誰かいるのか？タクマか？おお、タクマくんとアグモン、みゆきと教授、ガブモンも。その様子だと怪我はないようだね。よかった、よかったわねレナも。タクマさんたち無事だったわよ。ここはどこなの？僕ら今どこにいるの？ここは祠の最下層、主の住みか、そして体内でもあるの。それに何よりこの場所こそが元の世界との扉を開くことができる場所。タクマさんは一度来たでしょ、前に、元の世界に戻る直前。あの時の。でもあの時は教室だった。あの時は私の半分が主に飲み込まれていたから、それで私の記憶が色濃く反映していたの。でも今は違うわ、主の感情そのものだから。黒いもので覆い尽くされてる。主は私たちが集まらないようにバラバラにして一人ずつ飲み込もうとしているのよ。だから早くみんなを探しましょう。教授？あ、いや、しっけ、笑ったりして急に思い出したんだ。君は私の姉は頼もしい人だったってね。50年前のことなんてずっと思い出せなかったのに。生意気よ、ハル。いつの間に私を君だなんて。他人行儀に呼ぶようになったの？前みたいにお姉ちゃんって呼んでいいんだよ。もう他人に甘える年じゃないよ。あら、そうやって遠慮しないの。前にも言ったでしょ。うん、50年前にもそう言われたな。お姉ちゃん。ねえハル、これが終わったらいろいろ聞かせて。元の世界に帰ったらあなたの人生のことやお父さんお母さんたちのこと、それから町のことも。あ、でもテレビが大きくなって壁にかかっているのは知っているわ。いいとも、何でも話すよ。何時間でも何日でもずっと。お願いね。それから帰るならこの子も一緒に連れて帰りたい。だってこの子はずっと私のそばにいた。卵レナモンか。ええ、だって私のパートナーなんだからね、レナモン。パートナー？ああ、そうだな。家に帰って3人で一緒に暮らそう。そのためにも今度は私が、いや僕が守るよ、君姉さんを。うん。それじゃあ行こう。みんなを探して主と戦うんだ。一緒に帰るために。私たちなのか？なんでどうして一人怖い。誰も助けてくれないの。お姉ちゃんどこ？ごめんなさい、ごめんなさい。助けられなくてごめんなさい。僕は何にもできない。寂しいよ、苦しいよ。一人にしないで、早く誰か。助けて。おい、どうした？教授。分かってたんだ。姉さんが大変だって。でも何もできなかった。大人も話を聞かなかった。だから私はずっと。ハル、しっかりしろ。ガブモン、やれ。こいつらを跡形もなく。おう。教授、僕らも協力します。でもタクマいいの？あいつ何にもしてこないよ。これも眷属の罠かもしれない。隙があるうちに倒さないと。辛いよ、寂しいよ。もう平気よ。大丈夫、寂しくないから。だって弟が助けに来てくれたから、私はもう一人じゃないの。そうだ、私だって同じだ。私も姉さんに会えた。こうして会いに来られたんだ。大人が誰も信じてくれなかったから自分で助けに来たんだ。もうあの時の無力な自分じゃない。お姉ちゃんを助けられるの？そうだ。おお、聞いて、もう一人の私。私はもう一人じゃないわ。私が一人だった時なんて一瞬だってなかったはずよ。だって一緒にいてくれたでしょ、私の大切なパートナーが。姉さん、卵が。え？あ、卵にひびが割れていく。そうだ、約束したんだ。みゆきを絶対に一人にしないって。レナマン、みゆき、ありがとう。君の心が私を呼んでくれたんだ。レナマン、おかえりなさい。姿を変えた。いかん、襲ってくるぞ。教授、みゆき、離れて。二人とも下がっていろ。ここからは俺たちの仕事だ。やろうぜ、レナモン。みゆきは私が守る。ガルルモン、俺を甘く見るなよ。みゆきはもう一人じゃない。春や拓磨たち、多くの仲間がいる。もう私があの子を守る必要はなくなったんだな。そんなことないわ、レナモン。私はずっとあなたに守られてきた。あなたのおかげで意識を保っていられたの。レナモン、必要ないなんて、そんな寂しいこと言わないで。一緒にいて、一緒に支え合いましょう。だって私たちはパートナーなんだから。みゆき、ああそうだ、私はみゆきのパートナーだ。これからもずっと君を守っていたい。お願い、レナモン。ルナも。みゆきとのつながりを感じる。はあ、なんて温かいんだ。これが私の、いや私とみゆきの力。エナモンワープ進化。力は満ちました。みゆき、私は君を守る。そしてこの世界も守る。ええ、一緒に私たちの力でこの世界を守りましょう。行くぞ。私を一人、誰も助けてくれない。そんなことない。ずっとレナモンがいてくれたし、春も来てくれたわ。みんな私を忘れていく。私を置いて大人になる。寂しい、寂しいよ。それは大丈夫。たとえ姿形は変わっても春は春だった。みゆきにも日常は帰ってくる。みゆきの時間はこれから始まるんだ。昨夜もありがとう。確かに私は寂しかったし怖かったわ。でもみんなのおかげでもう一度始められるの。これからきっと大変だろうけど、今はそれがとっても楽しみだわ。さあ行くわよ。行くぞ。トンボからあんたら。僕が逃げたせいでお姉ちゃんは。違う、あれは僕のせいでは。僕が残ってれば、そうしたらお姉ちゃんは助かったのに。うん、無理だよ。だって僕は怖がりで何もできない。育児なしなんだもん。ああ、そうなのか。あの時僕は逃げることしか。黙って聞いていれば。さっきから勝手なことばかり言いやがって。ガルルモン、春、お前はあの時確かに逃げた。でもな、それはみゆきの希望だったんだよ。みゆきの、俺たちの希望を背負ってお前は命をつないだんだ。そしてお前はちゃんと戻ってきた。この世界を救う仲間を連れてな。何が何もできないだ。これだけのことをお前以外の誰にもできねえぜ。ガルルモン、ありがとう。あの時の私は確かに何もできない育児なしだった。元の世界に帰ってもどうすることもできなかった。でも今は違う。姉さんにもらった時間で私は多くの経験をした。今度こそ守ってみせる。私のこれまでの人生、その全てにかけて。うわあれがいがありそうだぜ。俺の本領発揮だ。誰でも僕の番だね。いくぞ。オメガも終止符を打とう。今のはこいつらは一体。心の影よ、主が差し向けたのね。心の影、この世界に取り込まれかかったものの意識から生み出された存在なの。主のやつまだ人間を取り込むことを諦めてないのか。ということは他のみんなも同じように自分の影に襲われてるってこと？ええ、おそらくは。僕らにはみゆきがいたから乗り切れたけど、みんなは？ええ、急ぎましょう。終止符を打とう。俺が行こう。対に勝つんだ。ヤタガラモン、全ては整った。クロエ、俺の力も上乗せしよう。はっ、俺に任せておけ。終止符を打とう。私の番ね。もっと守れる力を。ケルベロモン、これならば。私を信じて、任せてくれ。私が動く。任せてくれ。見せてやる。僕の番だね。いくぞ。オメガも終止符を打とう。せてくれ。片付いたようだこれで全員揃ったな。いよいよ主との戦いだ。けどその前に主の居場所を見つけなきゃ。いや、どうやら向こうの方からお出ましのようだぜ。現れた。なんぞ思い消さじ。我が世にくみすれば何じらが望む夢とこしえなり。これが主なのか。いかにも我こそがこの世界の主。この世界の自我、世界の管理者にして慈悲深き者。はあ、てめえ何を言って。おいおい、多分こいつに話は通じないぜ。言ってることわけわからねえし。話なんていいよ、やるべきことわかってるもん。ああ、そうだな。そう、よくわかるよ。あれがこれから戦うべき相手ってこと感じる。あいつからこれまで囚われていった子供たちの魂を、あいつは子供たちの魂を貪り、この世界を保ってきた。私の魂も。魂を？じゃあ修二さんや亮もあいつに？ええ、あいつによって世界の糧とされてしまった。こいつを倒さないと、この世界も僕たちの世界も危ない。こいつは世界の敵だ。みんなのためにここで倒そう。うん、僕やるよ。世界のために。ああ、その通りだね。終わりにしよう。そして帰りましょう。もうじき、あと少しで私たちは帰れる。そうだ、帰ろう全員で。さあやるぞ。我は世界の断り。行くぞ。僕の番だね。行くぞ。オメガも終止符を打とう。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、全ては整った。けて立つ。来い。おった、俺の番だな。私の番ね。緊張する。残さず勝てとる。私を信じて任せてくれ。あれは一体。何かが集まって主に吸収されていく。この感じ、まさかさらに力を増しているっていうのか。俺に任せておけ。番が来たんだね。受けて立つ。来い。何より大切なものを守るために悪やもん、力は満ちました。私の番ね。緊張する。残さず勝てず俺を無に帰す。俺に任せておけ。さあ、行くわよ。混合界ムンダラ。番が来たんだね。なんて強さなの。確かに強い。想定外だ。ここへ来てさらに力を増すとは。このままじゃ押し切られちゃう。だったら姉さん、何を。みゆき。天に輝うあまたの星よ。この歌はみゆきがいつも歌っていた。いにしえよりのぬくもりは消えず。でも同じこの世界、歌の向こうはなく生きてる。主が苦しんでいる。心のひときを。空間が歪んで奴の体に異変が。空間の歪みが奴の動きを止めようというのか。憎しみを愛に。は？おいおい誰だよ。こんな時にスマホ鳴らしてるやつは。結ばれし時。ミノル君のポケットから聞こえる気がするけど。あ、俺か。ごめん。母ちゃんから電話。嘘だろ。私のも鳴ってる。あ、私のもだ。ちょっと待って。文字化け全然してないんだけど。これ元の世界と連絡取れるってこと？どうなってんだ。なんで今さら。あ、母さん。こんなに心配してたんだ。一体何が起こっているんだ。みんなどうしたの？スマホ？姉さん、ダメだ。歌をやめては。あ、みんな、今は戦いに集中して。タクマさん、私が歌っているうちに。わかった。残りの力をぶつける。私の番だ。もっと守れる力を。ケルベロモン、これならば。残さず勝てと我を無に帰す。強すぎる。せっかくみゆきが歌で動きを封じてるのに。みゆきうぬなんぞ飲み込んでなんだこれ。動画？俺、元の世界でピエモンと戦った時の。ねえねえ、これ見て、すごいんだから。本物？信じられない。さすがに嘘だろ、こんなの。動画にたくさんコメントが。捏造だろこれって。どこのサイトで拾った画像だよ。最近のネットは野暮になったもんだ。嘘を楽しむ余裕もないとは。嘘じゃありません。私の友人が送ってくれたものです。関係あるか知らないけど、俺も似たような噂を聞いたことが。こんなにたくさんの人がこれを見てる。この光は、これは一体。主が動揺してる。ならばチャンスなのか。来て、ラブレモン。分かったわ、葵。俺たちの番だぜ、ファルコモン。任せておけ、ミノル。やっちまえ、ドラキュモン。オッケー、カイト。さっき言ったらしょうがないわね。行くぞ、アグマン。ダグマン。俺に任せておけ。それが頼みとある。フローラも苦しそう。このままじゃやられちゃう。どうしようどうしようどうしよう。このままじゃ私たち。サキ、しっかり。サキがしっかりしないとフローラモンも力を出せないぞ。そうだよね、忘れてた。戦っているのはフローラモンだけじゃない。私も戦っているんだ。だって私とフローラモンは心からつながっているんだから。サキ、気合入ったみたいね。うん、もう負けない。フローラももうひと踏ん張りだから。これが終わったらたっぷり可愛がってあげる。うん。ラブラモンを一旦引かせるんだ。このままじゃラブラモンも葵さんも危ない。まだやれるわ。そうよね、ラブラモン。もちろんよ。あんまり甘く見ないでよね。でも平気よ、負けたりなんかしないわ。言ったでしょ、たくまくん。全員で帰るんだって。葵さん、ああ頑張ってくれ。あともう少し。そう、もう少し、あと少し。私たちの帰る場所はあいつの後ろにある。私が動く。それが頼みとある。攻撃食らうなよ。さあ行くわよ。手伝えばいいの？本望界マンダラ。この勝利をあなたに捧げよう。石が崩れて消えていく。光が舞っていく。あれはもしかして主に取り込まれた生贄の魂？じゃああの中に修二や龍も終わったんだね。そうだね。ごめん、僕もう立っていられないや。奇遇だな。僕もだよ。ちょっと座ろうか。おい、あれ見ろ。主のいたところに。これは。これこそ主の本体。囚われた生贄の魂が浄化され、残された本来の主の自我。しかしそれももう消えようとしている。そんな。じゃあまだ主は生きてる。本当に平気なの？けどもう消えちまうんだろ。俺たちに害はないよな。どうするの？ミユ、警戒しておけ。あまり近づくんじゃないぞ。待って、何か聞こえる。本当だ。光の中から何か声がする。消えもなし、消えもなし、もわ。これはあいつの声。ただこの世を守りたもう願い抱くばかり。このままでは世は壊れるばかり。二円は力で守らなくては。それこそ世を守りうる方法。信じせし。この世界のために。聞いた。私たちのために生贄を集めてたんだって。俺たちのためか。俺たちとこの世界のために。うん、それはきっとすっごく大変だったんだと思う。僕たちの世界は主に助けられてきたんだ。でもそれは良くないことだよ。アグモ、子供を生贄にしないといけない世界なんてもうとっくに壊れてしまってるんだ。そんな世界なんていらない。そうね。ああ、そんな世界はいっそ滅びてしまえばいいんだ。悪魔、僕たちは自分の世界に帰りたかっただけ。僕たちの世界を守りたかっただけなんだ。この世界を消すなんて望んでいない。たくま、ありがとう。僕らのせいでたくさんの子供が死んだのに、僕らのことを心配してくれて。悪者たちのせいじゃない。そんなはずないだろ。でも誰かを犠牲にしないでこの世界を守る方法があるの？わからない。だけど何か方法があるはずだ。共存できる方法がきっと何か。たくまさん、みゆき、教授、何か方法は？そう言われても私だって同じ気持ちだけど。いや、一つだけ方法があるかもしれん。教授、我々人間がこの世界と獣神に何らかの影響を及ぼすことは間違いない。でなければ今のこの状態はありえない。確かに。戦ってる最中のことを覚えてるか？声がいっぱい聞こえて四角い光がたくさん。あれって結局何だったのかしら。あれなんだか SNS みたいだった。 SNS？ そう、それそれ。 SNS でバズったみたいな。僕が一度向こうに帰った時にピエモンと戦ったところを誰かが撮影してて、それが拡散されていろんな人が反応してたんだ。え、じゃあマジでバズってたの？どうやらこの場所は現実世界と異世界の狭間らしい。スマホに電波が届いたのもその影響だろう。そして何より重要なのはあの声や光だと私は考えている。あの SNS みたいなのが？これはあくまでも推測だが、この世界の維持に必要なのは生贄ではない。むしろ必要なのは生贄の儀式をすることによる畏敬の念。つまりは意識、人の意志、心だ。先ほどは多くの人間の意識がこの世界に一気に向けられることで影響を及ぼしたかもしれん。多くの人がこの世界を認識することで世界は維持される。そんなバカな。人間が思うだけでこの世界が変わるって。君の意見ももっともだ。もともと世界というのは人間の意識で作られる。意識によって理想を求め、体現するために社会を作り、環境を構築する。そう、全ては人間の意識がなせるものだったら、この異世界を認知することこそ存在を維持するための第一歩なのだ。初めは私たち、そしてこの世界の存在により多くの人々の意識を向けることができれば、きっと。無論この仮説を検証する必要があるわけだがね。人の意識、もしかしてあの声で主が弱ったのも？おそらく無関係ではないだろう。卵となった主からは激情が薄れていた。あれが本来の意志なのだろうな。人々の声によって、この世界を信じる意識によって荒ぶる気を鎮めたというふうに捉えられる。荒ぶる気を鎮める、まるで神様への奉納みたい。その通り。本来巫女とは神と人々をつなぐもの。水無の歌もそういった効果があるんだろう。だが一人の歌より大勢の声を聞かせる方が訴えかける力は強そうに思わないかな。おへえ、なんか本当にできそうな気がしてきた。つまり俺たちの世界のやつらがこの世界のことを信じれば丸く収まるってことだとは思うが、正直荒唐無稽すぎて飲み込めねえ。でもさ、信じる気持ちが世界を救うってなんか良くない？ええ、とっても素敵だと思う。難しい話でよくわかんないや。タクマはできると思う？僕は教授を信じるよ。僕たちの意志がアグモンたちの世界を救うんだ。だからアグモン、僕らの世界に一緒に来ないか？え？僕もタクマの世界に？おいおい、そんなのありなのか？マジかよ、いいのかそれ。そうすれば教授の発見が正しいかどうか見届けられるし、何より僕らはずっと一緒にいられるだろ。タクマと一緒。ずっとタクマと一緒にいていいの？もちろんだよ。今までだってそうだったろ。タクマ、そうよ。ラブラモンもみんなも一緒に行きましょう。葵、みんなで私たちの世界に行けばいいのよ。それでずっと一緒に暮らすの。そうだぜ。それならもし教授の説が間違っててもお前らだけは。行こう、アグモン。でもタクマ、きっとそれはまだ早いよ。早い？どうして？どうしてもよくわかんないけど、まだ早い気がするんだ。そんな。私たちもみんなアグモンと同じ思いよ。今は一度お別れしなきゃいけないと思うの。ラブラモン？ガブモン、お前もそうなのか？まあなに、大丈夫さ。ハルが俺のこと見捨てたんじゃないって分かったからな。それにお前が何とかしてくれるんだろう。だったらすぐにまた会える。違うか？ああ、もちろんだ。もちろんだとも。アグモン、僕らはここでお別れなのか？タクマ、泣くなよ。教授の話は難しくてよくわからなかったけど、あれってつまりタクマたち人間が僕らのことを忘れない限りこの世界は滅びない、そういうことでしょ。タクマが僕を忘れなければまた会えるって。だから僕たちは待ってるよ。いつまでも。僕たちみんな信じてるから。ああ、もちろん。約束だ。絶対に救ってみせる。この世界と君たちパートナーを。な、そうだろみんな。ええ、そうよ。ああ、そうだよな。当たり前だ。そうだよね。もちろん。みゆき、頼む。ええ、扉を開くわ。天に輝うあまたの星よ。さあ行こう。さよなら、アグモン。さよならみんな。さよなら、タクマ。元きで。また会おう。みんな、たくま、ありがとう。からもう1年か。今日ね、またたくまさんたちがここに来るんだよ。去年と同じ課外キャンプなんですって。カイトさんたちとも会うんだって。もちろん私たちも一緒にね。もうまた携帯見てる。あ、いや、やっぱり気になるじゃないか。つまりその情報の拡散スピードにおいて人類意識への定着化がなされたのかどうかが。あの子たちの世界が大丈夫なのか気になるって素直に言えばいいのに。その携帯普通より古いやつなんでしょ。みんなみたいなスマホにすればいいのに。スマホだよ。あ、いいじゃない、どっちでも。とにかく機種変とかいうのにすればいいのに。分かったよ、姉さん。たくまくんたちが向こうで撮影した動画や写真をネットに拡散したんだ。それにいつぞやのピエモンや異界への扉の目撃情報と相まって、異世界とモンスターのことはすっかりネットの都市伝説として定着したらしい。みたいね。そのおかげであの神社は人気になって寄付が増えて再建できたんだから。皮肉よね、あの出来事からあっという間。もう1年になるのね。まるで新たな信仰だな。現代人にとっての信仰とはネットのデジタルなデータによる情報のことだ。そこに存在する情報は人々の手によって更新され、新しく作り変えられていく。人類の意識はその都度あの世界に向けられる。その爆発的なアクセスはおそらくあの世界にも変質をもたらしていくだろう。これからはデジタルデータがあの世界を支えるための新たな形の信仰になる。やがてあの世界が人々からデジタルワールドと呼ばれるようになるかもしれないな。デジタルワールドか。うん。あの世界に名前はなかったから、それもいいんじゃないかしら。おかげで私は新しい研究テーマができたよ。人間の意識と信仰が次元空間を超越する可能性について。そのメカニズムはいまだに私でも解き明かせない。それはおそらく姉さんの歌がどうして2つの世界をつなぐのかにも関係しているんだろう。興味深いよ。もっとも学会では相変わらず変人扱いだけどね。変人っていうところは合っているかも。それもそうか。私が思うに土地神としての獣神だった異界のもののけたちは、やがてネットの世界を行き交うデジタルな存在へと変化していくだろう。デジタルなもののけ。ガブモンたちはデジタルワールドのモンスターということになるね。デジタルなモンスター、略してデジモンとでも呼ばれるかもね。うん、デジモンっていい響きだと思う。本当にそうなるかも。でもね、ハル、そういう難しい話、たくまさんたちにあんまりすると嫌われちゃうわよ。今日は1年ぶりの再会なんですもの。楽しいことだけ考えなきゃ。そうだね、姉さん、気をつけないと。さあ、そろそろ行きましょう。ほら、携帯をしまって。歩きながら見るのはダメだって聞いたわ。分かったよ姉さん、行こう。ねえ、きっとまたエナモンやガブモンにも会えるよね。ああ、きっと会えるさ。異世界が変質し、ネットの世界に拡散したことで、彼らの世界はこの世界と近しい存在へと変わったはずだ。再び何かのきっかけで扉が開く日も遠くないはずだ。ハル見て、みんな来てるわ。あそこで手を振ってくれてる。ああ、みんな揃っているな。ハル、みんなのところまで走ろう。あ、行こう。心の